夢。そうだ、ホームズさん、ホームズさんは？そっか、そうだよね。ホームズさんは死んだんだ。きっと昨日のホームズさんと話したことも含めて全部夢だったんだ。そもそも死んだ人が霊になって僕の前に現れるだなんてあるわけがないしね。おはよう、ワト君。いい夢は見れたかな？どうして天井から体を飛び出してきたんですか？上の階の住人の様子を確認しただけだよ。美食君の寝相がなかなかユニークだったが、聞きたいかい？興味ないです。女性の部屋を覗くだなんて探偵失格ですよ、ホームズさん。おやおや、青少年のくせにロマンがないな。幽霊になったのだから覗きの一つや二つしたくなるのが人情だろ。まあ許してくれよ、あんな強烈な予知を見た後だからな。サプライズで少しでも気分を紛らわせてやろうと思ったんだ。気持ちだけ受け取っておきます。ホームズさん、夢で話したことは覚えていますか？もちろん覚えているよ。夢で話した通り、私は君の心を読めるから、君が今何を考えているか分かっている。信じたくないんだろ？だが諦めろ。夢の中で語ったことは全て真実だ。私が有していた未来予知の能力、エンドシーイングに、君は確かに目覚めている。そして予知した未来が、例の全滅の結末だ。予知だなんて、そんな、どういう権利でできるんですか？そもそも、なんでいきなり僕にそんな力が？突然すぎて頭が追いつきませんよ。さあな。私も理屈まではわからない。わからないって、そんな当たり前のようにできることに理屈など求めないだろ。君は呼吸をする際にどんなプロセスを経て息を吸い込み体内に酸素が行き渡るか説明できるのか？いや、それは無理ですけど。そうだろう。私にとってエンドシーイングも同じだ。未来を読むことができるという事実が重要なのであって、原理などどうでもいい。それでいいんでしょうか？そんなことより今は、もっと優先して考えなければならないことがあるだろう。優先して考えなければならないことって
何ですか？君が見た惨劇をどうすれば回避できるかどうかさ。そのエンドシーイングとやらで予知した未来は変えることができるんですか？無論だよ。私はもともと予知した惨劇を事前に阻止することで評価を上げてきた人間だからな。君だって積極的に行動を起こしていけばきっと未来を変えることができるはずだよ。僕みたいな凡人が動いてなんとかなるものなんでしょうか？一人で変える必要なんてないよ。どうして心の声を？君の心を読めると何度も言っているじゃないか。風が吹けば桶屋が儲かるという話は知っているかな？多くの人は自分が動いたところで何も変わらないと思っているが、全くもってそんなことはない。小さな波紋だって確実にどこかの水面を揺らし、揺れた水面に呼応して別の動きにつながる。君の起こした波紋によって他の探偵たちも行動を起こし、きっと本来以上の役割を果たして未来を変えることができるさ。そんなものでしょうか？そんなものだよ。それと未来を変えるのに有効なのは他のものの行動を変えることだな。行動を変えるってどうやって？方法はいろいろさ。君を信頼するものなら頼んで変えてもらえばいいし、敵対するものなら力ずくて変えてやるのもいいだろう。それと死ぬはずだった運命の探偵を救うのも効果的だろうな。まさか、さすがにそんな状況誇り得ませんよ。どうかな。この洋館は私もあまり訪れたことがなく、謎の仕掛けが多い。犯人がもしその仕掛けに通じていたのなら確実に利用してくるだろう。以前も言ったが、今回の事件の黒幕は恐ろしく狡猾で用意周到だ。何が起ころうとも切り抜けられるよう覚悟しておいた方がいい。私の二の鉄を踏まないためにもな。ごめんなさい、ホームズさん。今の言葉、ちゃんと肝に銘じておきます。その息だよ、ワト君。そして最後に一つ、これだけは守ってくれ。私が見えること、私の能力を受け継いだことは絶対に誰にも言うな。どうしてですか？簡単には信じてもらえないとは思いますけど、もし本当だと証明できたら話がスムーズなのに。バレてしまうと確実に消されるからだ。理由はおいおい説明していくから、今はとにかく私の言いつけを守ってくれ。ほら、君にお客さんみたいだぞ。
ありがとう、二人とも。ちょっと汗をかいちゃったから、シャワーを浴びてから食堂に向かうよ。了解である。魔界さんの手料理、すごく美味しそうだよ。先に行って食べてるね。では、シャワー室に向かうとしようか。え、なんでついてくるんですか？シャワーを浴びるから、部屋か食堂で待っていてください。おいおい、君こそ何を言っているんだ？私は君から離れることができないと、初めに教えたじゃないか。え、僕自ら離れようとしてもダメなんですか？ああ、全くダメだな。まるで散歩ひもでくくられたワンコのごとく、君の進む方角へ引きずられていってしまう。まあ、見られているものでもないし、別に構わないだろ。構います。めちゃくちゃ構います。女性に見られながらシャワーを浴びるなんて恥ずかしいですよ。まったく、君のわがままにも困ったものだね。仕方がない。シャワー室の外で待っていよう。ただ、一点だけ理解してくれ。繰り返しになるが、幽霊になった以上、覗きの一つや二つしたくなるのは仕方がないことなんだ。覗く気満々じゃないですか。魔界さんの作る料理激うまじゃん。イギリス料理の評価がうちの中でバカ上がりなんですけど。ふん、そんなに抱きつくな、渋谷探偵。私は世界中を放浪する身だからな。今のように保存食を美味しく調理することには長けているのだ。デレデレと鼻の下を伸ばして、出る親父ロボ焼き。少女はウインナーをハミハミにらみつけた。まあまあ、渋谷さんは誰に対してもスキンシップが激しいから、気にしないであげようよ。本当に美味しいわ。特にこのキューカンバーサンド、ワインビネガーの風味とキュウリのみずみずしさがキュンキュンくるわね。魔界ちゃん、後でレシピを教えてちょうだい。私のレシピ手帳に追加するわ。あ、僕も知りたいです。これならバイト先の先生でも作れそうですし。もちろん構わんさ。そのブリティッシュサンドにまつわるイギリス地方都市のフォークロアも添えて教えよう。昨日洋館中を探してみましたけど、出入り口はやはりエントランスホールの扉のみ。脱出できそうな場所は皆無でしたわ。絵画の地下通路のように分かりやすい隠し通路でもあれば話は早かったのですが。俺も退屈しのぎに館の中を見て回ったけど、特に怪しげな場所はなかったかな。でもラッキーなことに、書斎でこの洋館の見取り図は発見したよ。見取り図ですって？あなた、どうしてそんな重要なものをやすやすと。
これが序列4位と5位の差かな。キー、今に見てなさいよこのモチャロンゲ。やっぱりこの洋館を出るには強行突破しかねえってのかよ。我が命はいつでも仲間のために投げ打つ覚悟はできている。例の黒いからくりメカに突っ込むのもやぶさかではないぞ。そんなことしちゃダメだよ。みんなで生き残らなきゃ。飛脚ちゃんの言う通りよ。幸い食料は十分にあるのだし、救助が来るまで待つのが得策だわ。うちも救助待ちに賛成。通信の異常は同盟の本部も理解してるだろうしさ、しばらくすれば異常に気づいて助けも来てくれるんじゃね。つうかこれだけのメンツが揃ってるんだし、みんなで集まって守りを固めた方がいいっしょ。私も渋谷さんに賛成だ。今朝外を見たら例の黒いメカが洋館の周囲をぐるりぐるりと回っていた。下手に脱出を図るよりも慌てずに洋館内の調査を続ける方がいいと思う。私も異論はない。書斎に本がたくさんあるから退屈しません。少女はあまりに参考にならない情報を口にした。待つしかない？冷静に調査を進める？お気楽だね。犯人は今頃ほくそ笑んでいると思うよ。どういう意味ですか？そもそも今こうして温かい食事を食べていられることに違和感を抱かないのかな。今回の犯人はこちらの動きを完全に読んだ上でこの洋館に僕らを閉じ込めたというのに、さ。扉の鍵を壊しておけば、俺たちは今頃みんなあの黒いメカに殺されていたし、食料だって全部処分しておけばいいだけだよね。ではホームズよろしく。俺たちの前に広がる現実から犯人の企みを推理してみようか。この洋館が住みやすくされているということは、犯人の目的は一体何だということになるのかな。洋館に閉じ込めること、つまりここで時間を費やすことですよね。素晴らしい回答だよ無能くん。つまり俺たちが今こうしてもたもたと寒暖にふけている現状がすでに八津崎校の思惑通り。このまま何もせずに過ごし続ければもっと大きな悲劇が待ち受けているに違いないのさ。このままじゃいけない。きっとあの惨劇は避けられない。
波の行動じゃ運命は変えられない。運命を変えるには相応の覚悟が必要だ。さあ、ワト君、君の選択を見せてくれ。はい。でも策なんて何を。ホームズさんは何も教えてくれないし。いや待てよ、僕じゃなくてホームズさんの言葉なら従ってくれるんじゃ。そうだ、一つ大切なことを思い出しました。実はこの洋館にはもう一つ隠し通路があります。だからそれをみんなで発見して一刻も早く洋館から脱出しましょう。隠し通路ですって？なぜあなたのような新入りがそんなことを知っていますの？序列上位の私でさえ知らないというのに、ちゃんちゃらおかしいですわ。ホームズさんが死ぬ前に教えてくれたんです。本当に困った時は探してみろって。あの女が。無能さん、リーダーは他に何と言っていましたか？ごめんなさい、他には何とも。用心深い彼女らしいですね。では、二手に分かれて捜査をしませんか？どうして二手に分かれる必要がありますの？私は一人で結構ですわよ。昨夜作ったこの監視カメラを1階と2階の主要な部屋に設置してほしいからです。昨日作りたいものがあるとか言ってたのって、まさかこれ。ええ、犯人が洋館の中に隠れているかもしれないなら必要だと思ったんです。渋谷さんの所有していたスマホのカメラを改造したものだから耐久性に不安が残りますけど、僕の所有するタブレットで全ての記録映像を確認できますよ。これ全部渋谷さんのスマホなんですか？そうだよ、仕事用とか友達用とかゲーム用とか探偵用とかいろいろと使い分けててさ、役に立ててよかったわ。監視カメラの場所がわからないというのはストレスだと思うので、皆さんに監視カメラの位置を共有しながら設置していきます。ただ、さすがに12人が連れ立って行動するのは難しいので、1階と2階とで6人ずつに分かれて行動したいんですよ。うちは異議なし。僕も賛成。
みんなで行動した方が安全だと思うしね。さすがは科学殿である。我はもちろん協力するぞ。八つ崎港の動きを監視することで襲撃されにくくなる。とてもいい案だと思うよ。これでは私がわがままみたいではありませんの。自覚ないの？わがままなお嬢ちゃん。モジャロンゲはお黙りなさい。私も協力すればいいのですよ。協力すれば。ゲドウ君、私たちの管轄は1階だよ。一人で行かないでくれ。先ほどの隠し通路を探すように仕向けた下りはとても鮮やかだったな。まるで本当に私が君にそう語ったようにさえ思えたよ。とっさの嘘にしては上出来でしたね。私を出しにして他の探偵たちを導くとは、よく舌が回るようになってきたじゃないか。きっと昨夜からずっとあなたの冗談を聞き続けているおかげでしょうね。ありがとうございます。皮肉まで言えるようになるとはいい傾向だ。この調子でどんどん探偵としてのスキルを高めていこう。だが、これでもし隠し通路を見つけられなかったときは、君は針のむしろだぞ。大丈夫か？はい。覚悟の上です。僕たち探偵が行動を起こさないと、悲劇は覆りませんから。2階の客室も1階と同じ構造なんだね。へえ、広さまで同じなのかな。例の見取り図をスマホでパシャっておけばよかったね。広さも装飾も全く同じです。ただ1階と比べて若干扉の取り付けが歪んでいますね。だから扉が開けづらいのでしょう、と。少女は渋谷探偵の疑問に回答した。要は立て付けが悪いってことか。これだけ豪華な建物なのに、扉だけ雑すぎじゃね？待って！てかなんで見ただけでわかんの？すごくない？ブンは、一度見たものを絶対に忘れない能力の持ち主なんだ。彼女が言うなら間違いないのだろう。能力？まさか超能力的なものですか？いや、完全記憶能力はすごく珍しいけど、そんな超自然的なものじゃないよ。非常に優れた自伝的記憶、HSAM として医学的にも実証されている歴史とした能力だからね。
すごいではないか、文学殿。我は感動したのである。あれ、なんだかすごく嫌そうにしているような。そう騒がないでやってくれ。とても集中力のいる力なんだ。さて、この部屋の角にも監視カメラを設置できたし、次の部屋へ移動するとしよう。どうして扉が歪んでいるのであろうか。開けにくくて仕方がないのである。この洋館が立ってる山って火山だっていうしさ、噴火かなんかの揺れで歪んだんじゃないの。え、この洋館が立っている場所って火山なの。そうらしいよ。まあうちもリーダーから聞いただけなんだけどね。どうしてわざわざそんな島に本部を。火山が真ん中にそびえ立ってる島とかマジ危ないし、住もうとする人が少ないからじゃね。実際この島の構造は侵入者を阻みやすく、隠れ家には最適だと言える。人が住みにくいというのも一長一短あるということだな。むむ。ではその隠れ家へと潜入し、研究棟の職員らを殺した者は相当な手だれということか。油断ならんのである。もしくはそもそも侵入をする必要がなかったかだな。さて次の部屋は2階のリビングですね。あれ、この部屋扉が開けっぱなしだ。やあ、なんか家具が少なくてつまんない部屋だね。見てるだけで退屈しそうなんですけど。家具はテーブルと椅子だけ。しかもボルトで床に固定されているのか。奇妙な部屋だ。無能君、こっちに来て。西側の扉が開けっぱなしになってるよ。本当だ。しかもなぜかこの扉だけ取っ手と壁がロープで結びつけられているね。何の目的があるのかな。閉じられないように固定されているとか、何か仕掛けがあるのかもしれないね。大丈夫？なんなのこの部屋、ちょっと寒すぎなんですけど。そうだね、風が吹き込みやすくなってるのかな。特
に足がやばい。床に穴でも開いてるんじゃないの？ヤク君、どうしたの？大丈夫？ごめん、なんだかこの部屋に入ってから吐き気が止まらなくて。あの、魔界さん、確か下に薪ストーブがありましたよね。この部屋まで運んできませんか？それは明暗だな。この寒さでは調査などままならない。すぐに持ってこよう。賛成！つうか無理！この寒さでなんで扉開けっぱなしにしてんの？この洋館を管理してる人はバカなの？よし、我に任せろ。よし、これで扉を閉じられるのである。少しは寒さもマシになるであろう。エンドシーングで悲劇を予知したんだ。早く飛躍くんを助けろ、ワト君。何事なのだ？我が扉を閉じた瞬間、床から針が。わかんないけどさ、扉を閉じちゃダメだったってことじゃない？さっさと扉を開けて脱出しようよ。すまない、それがいくら開けようとしても扉が開かないのだ。だけじゃないよ、外側からどんどん針が飛び出してきてる。大本さん、どうすればいいんですか？
このままじゃ僕たち全滅しちゃいますよ。テンパりすぎだ、バタ君。私との会話に気づかれるぞ。そんなこと言ってる場合ですか。生きるか死ぬかの瀬戸際なのに。瀬戸際だからこそ落ち着けと言っているんだ。ここで冷静さを欠けば悲劇は避けられない。魔界探偵をよく見ているといいぞ。ブン、先ほどまでと比べて部屋にどのような変化が生じている？床板に針が飛び出てくるための穴ができていますね。おそらくこの部屋の肌寒さはこの穴が原因なのでしょう。と少女は観察結果を口にする。なるほど。つまりシャンデリアの罠と同様に一度起動すれば終わりではなく何度でも繰り返し起動するタイプの罠か。ならば中央の家具に施された仕掛けにも意味が生じてくるな。ブン、それに他の者たちも中央の机と椅子の上に乗るんだ。でも中央に行ったらすぐに針が来ちゃいますよ。私を信じろ。必ず全員助かる。恐怖するのはいい。だが目を背けるな。死を恐れないのは無謀だ。だが死の恐怖から目を背けるのは何よりも無意だ。無能探偵、真の探偵を志すのならば死の恐怖と向き合った上でなお前に踏み出せ。探偵とは常に死の恐怖を超えていかねばならないものだ。死の恐怖を超える。真実とは常に死の恐怖を超えてこそ見極められる。さあしっかりと見ているんだ。でもないことを言うのはよせ、渋谷殿。安心しろ。もしこの机が針に耐えられずとも、我がみんなの盾となる。大丈夫だよ。脅威の気配は感じられない。大丈夫、きっと大丈夫。
こじけついてごめんなさい。もう目をつぶったりしません。僕は最後まで恐怖と向き合います。いい目になったな。ホームズのやつが気に入るのもよくわかる。だが本当に恐ろしいのはここからだ。最後まで決して目をそらすなよ。はい。テーブルを避けた。え、マジ？どうなってんのこれ？なんかの魔法？まさか魔界殿は誠に魔術の使い手であったのか。魔界殿、針よけの秘術をぜひ我に教えてくれ。そんなわけないでしょう。常識で考えてください。少女は頭の悪い探偵たちに苛立ちつつ言った。無能探偵、どうして安全地帯を見抜けたのか、理由がわかるか？え、それは、その…冷静になれば簡単なヒントだったよ。家具がないことが最大のヒントだったんだ。家具がないことが？それはどうして？一度罠が起動すれば、針で埋め尽くされる部屋に家具を置いていたらどうなると思う？全部壊れると思う。あの罠の針は相当勢いが強かったから。そうか。だから家具が全然なかったのか。でもそれなら、部屋に残っていたテーブルと椅子って。そう。逆に言えば、部屋に残されたテーブルと椅子には、罠が起動しても壊れない理由があるはずなんだよ。そしてこのテーブルと椅子は、ボルトで固定されていた。つまり重要なのは、この位置にテーブルと椅子があることだったんだ。つまり、このテーブルと椅子のある場所からは、危険な針が飛び出してくることはない。見事だ、飛脚探偵。彼の言う通り、冷静になれば決して難しい問題じゃないだろう。だが多くの者は、死の恐怖に惑わされ、部屋の隅へと逃げてしまう。そうなれば、逃げることもできずに、ゆっくりと串刺し刑の執行を待つしかない。何それ、やば。この洋館を設計したやつ絶対に性格悪いじゃん。魔界殿が素早く見抜いてくれて助かったのである。心から感謝するぞ、魔界殿。気にするな。同志の命を救うのは当然だろう。だが、これだけは覚えておいてくれ。人間の恐怖心はいつだって真実をぼやかしてしまう。
私もかつて恐怖心にとらわれ大きな失敗を犯した。だからこそ今では超自然的なオカルトじみた事件にも立ち向かえるよう知識を磨いている。一見打開できない状況にも必ず光明は差す。探偵にとって何より大切なのは恐怖に抗い真実を追求しようとする意志なのだ。みんな、本当にすまなかったのである。もう、このバカ野郎！マジで軽率な行動は控えてよね！まあまあ。武装君は僕たちの身を案じて扉を閉じてくれたわけだし、その辺にしておこうよ。あんたら男衆が甘いからこのバカはつけ上がるんだよ。ちゃんと面倒見てよね。シュン。バカばっかりと少女は蔑みの目を男たちに向ける。そう言うな。あれだけの死の脅威を肌身に感じた後でもいつものように会話ができることは素晴らしい才能だ。ホームズも大変な置き土産を残してくれたものだよ。まったく。床を掘ってどうするの？この穴に木のブロックを埋め込んで、つっかえ棒にすんの。こうすればドアが引っかかって閉じないっしょ？なるほど。ロープで固定するよりも簡単で、ほどけることもなくて安全だね。いい感じっしょ？うちの実家、チビたちが多くてさ。ぶつかって怪我しないよう、こうやってドアを開きっぱなしにしてたの。おかげでプライバシーがなくて最悪だったわ。ふん。子供はドアノブで怪我をしがちだからな。いい工夫だと思うぞ。どう？監視カメラはうまく機能しそう？ええ、すでにエントランスホールのカメラは起動していますよ。ほら、この通り。大したもんだな。あんたなら本部まで届く通信機でも作れるんじゃねえのか？それはさすがに。スマホの録画機能と探偵デバイスにも使われている通信システムを組み合わせただけですから、大したものじゃありませんよ。
謙遜しちゃって、お姉さんじゃ監視カメラどころかインスタントカメラも作れないわよ。インスタントラーメンなら大得意だけどね。姉さんこそよく言うぜ、インスタントラーメンが得意ってやつの作る料理か、このテーブルのご馳走がよ。このスープ、魚介の風味が強くて、具の魚も舌の上でホロホロとほぐれて、感動的な美味しさです。材料も調味料も限られているのにすごいですね。あらあら、そこまで褒められると恥ずかしくなっちゃうわね。でも本当に簡単な料理なのよ。冷凍のお魚は冷蔵庫にたくさん入っていたから、それをゆっくりと時間をかけて煮込んだだけ。美味しい料理のコツは、材料にこだわることよりも焦らず丁寧に手間暇をかけてあげることなの。操作と同じでね。だからみんなも隠し通路が見つからなかったからって焦っちゃダメよ。手間暇かけた美味しいスープも、焦って強火で煮込んじゃったら風味が台無しだからね。いやー、こんなディナーが毎晩食べれるなら、あと 2,3 日は閉じ込められてても全然いいかな。俺も同感。人もいっぱいで賑やかだし、楽しい旅行にでも来た気分だよ。不謹慎ですわよ、二人とも。特に渋谷さんは今日罠で死にかけたというじゃありませんの。入り口のシャンデリアの件もありますし、他にも罠が仕掛けられているかもしれませんわ。早く隠し通路を見つけて脱出しなければ危険ですわよ。お堅いねえ、家族ちゃん。楽しくおしゃべりしていた方が隠し通路のアイディアも湧くかもしれないじゃん。根を詰めすぎずに気楽に行こうよ、気楽にさ。雑談でアイディアが浮かべば誰も苦労はしませんわよ。俺は渋谷ちゃんの意見も一理あると思うけどね。はあ？冗談も休み休みおっしゃい。でも家族さん、渋谷さんは実際に雑談を武器に事件を解決に導いて序列を上げてきたんだよ。雑談を武器に？上流階級をからかうつもりですの？からかうだなんてとんでもない、正真正銘の事実さ。ねえ無能くん、何か考え事をしようと思った時、無音の空間に閉じこもることと少し賑やかな街並みで散歩すること、君はどちらが有効だと思うかな。無音の空間ですかね。賑やかな場所で、しかも歩いていたりしたら気が散ってしまいますし。そうだろうね。でも実は著名な経営者の多くは後者、賑やかな場所を選ぶというデータがあるんだ。え？なんですって？消せませんわ。上流階級にも分かるよう説明なさい。脳に適度な刺激を与えてくれるからだね。もちろん一つの物事に集中したいときは雑音が少なくて思考が乱されない方がいい。でも発想の幅を広げたいのなら、一点に集中しすぎるのは視野が狭まって逆効果なんだ。下道君の言う通りだよ。脳が最も活性化するのは新しい刺激を受けたとき。つまり
雑談程度の軽い刺激を脳に与え続けた方が新たな発想を導きやすい。それに雑談しやすいということは、各自の知る情報を共有しやすいということでもあるからね。油断すると怠りがちな情報共有がより円滑になるんだ。事実、渋谷さんが関わった事件の平均的な解決速度は同盟内3位。組織の創始者である始祖探偵ビドック、実質的なリーダーである理想さんに次ぐ速度を誇っている。他者との交流を深めることで、自分自身だけでなく周囲にまで好影響を及ぼす渋谷さん独自の推理方法は、コミュニケーション推理として同盟内でも評価が高いんだよ。まさかそこまで考えられた推理方法だったなんて。あなた、見かけによらず切れ者なんですのね。いや、そこまでしっかりと考えてはなかったけどね。つうか、うちの場合、雑談してなきゃ頭が疲れるってだけだし。でも、ほら、ミステリーものでも脇役の何気ない発言でピーンと来たりするじゃん。それと同じで、一人で考え込むよりも会話があった方がいいんじゃないかなって思うわけよ。コミュニケーション推理。我も負けてられん。独自の推理方法を身につけるのである。脳に刺激を与えるのがポイントみたいだし、簡単な運動をしながら考え事をするのもありかもね。つまり筋トレ推理か。よし、今夜早速試してみるのである。筋トレに熱中しすぎて推理が二の次になってしまわないようにね。だが、トレーニングとは己との戦い。戦いにおいて雑念を抱くなど命取りではないのか。うん、そう考えちゃうならやっぱり向いてないね。実際塩梅が難しいと思うよ。僕は渋谷さんと一緒に事件を捜査したことがあるんだけど、ああ見えて彼女かなり周囲を見ていてね。空気を読むのがうまいっていうのか、とにかく邪魔にならない程度に話しかけるのがとても上手に感じたんだ。そういえば、2階の罠から抜け出した後、我が自分を責めようとした時、真っ先に彼女が注意してくれたな。そのおかげでへこみすぎずに済んだのである。ホームズさんが死んだ時も僕らを叱ってくれたよね。あれもきっと渋谷さんなりの優しさなんだって思うよ。うん、実はね、無能くんだから教える話なんだけど、渋谷さんはお友達を八つ崎校に殺されているそうだから、余計に仲間意識が強いと思うんだ。友達を八つ崎校に。大丈夫か、ブン。あんな恐ろしい目に遭ったばかりなんだ。食べられないなら無理して食べなくてもいいんだぞ。別に平気です。せっかく作ってくださったのに残すなんて
申し訳ないので、全部食べます。と言って、少女はスプーンを手に取った。私の前では強がらなくていい。お前の記憶力は同盟でも屈指なんだ。昨日の凄惨な現場に今日の強烈な罠、連日で刺激的な光景を目の当たりにすればキャパを超えて当然だろう。食事の途中ですまないが、私たちは一足早く部屋へ戻らせてもらう。後ほど片付けに来るから、食器はそのままにしておいてくれ。文学さんは大丈夫なんですか？まさか、食事に毒でも。安心してくれ。そのようなものは入っていない。一言で言うなら、記憶力の弊害だよ。記憶力の弊害？また今度説明しよう。諸君、騒がせてすまなかったな。食事を続けてくれ。無能ちゃん、この後何か用事あるかしら？まだ行っていない書斎を見ておこうと思っていたくらいで、用事はないですけど、どうかしたんですか？リビングに監視カメラを確認するためのタブレットを設置しようと思うのだけど、家具を移動させる必要があるから男手が欲しいの。武装さんと飛脚さんにはうっかり電子機器を壊してしまいそうだからと断られまして。それはそうかもね。もちろん手伝うのは全然構わないよ。釣れないなぁ。なら俺も誘ってくれよ。外道探偵、君も手伝ってくれるの？意外そうな顔だね。最初に会った時、趣味はボランティアだと言ったろ。俺は困っている人を見ると助けずにはいられない性分なんだ。だから探偵をやっている。ありがとう。じゃあ早速リビングに。私も手伝うよ。一応年長者だからね。社畜さん、いたんですか？ずっといたよ。私の影が薄いからって、その反応は傷つくな。ごめんなさい。でも、助かります。優しい男の子が多くて助かるわ。これならスムーズにタブレットの設置もできそうね。皆さん、ありがとうございます。それではリビングへと移動しましょうか。何も企んでないから安心しなよ。口でならどうとでも言えるさ。
すべての監視カメラの映像を確認できました。皆さん、ご協力ありがとうございます。カメラの映像はどうすれば見られるの？このテーブルの上に置いたタブレットで見られますよ。トップでは監視カメラの映像の一覧を確認できます。タップすれば大きな画面でも確認可能です。ヤマトちゃんってば、今日も部屋でブドウの稽古をしてるのね。音声は拾えていないのに騒がしい空気がするんだから、さすがだよね。音声は聞こえないの？はい、聞こえません。スマホのスピーカーだと音声を正確に記録するのが難しくて断念しました。科学くん、本当にお疲れ様。これでほとんどの部屋は監視カメラでカバーできたわけだね。私から探偵デバイスを通じて他の探偵たちにも情報共有をしておくよ。この監視カメラが抑止力となってこれ以上の犠牲者が出るのを避けられればいいのですが。個室まで撮影されているんだからきっと避けられるよ。この状況で誰かに危害を加えようとするなんて、自分は八つ咲校だって自白しているようなものだし。そうですよね。ありがとうございます、無能さん。科学ちゃん、作業に夢中でお夕飯あまり食べられていないでしょ。お夜食を作ってあげるから食堂へいらっしゃい。いいんですか？ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。ねえ、老子探偵を殺した犯人について二人はどう考えてるんだい？急な質問だね。悪いがノーコメントとさせてもらうよ。なぜだい？探偵同士推理を語り合ったっていいじゃないか。そうだね。君の悪癖、真相にたどり着いているのに引っかき回そうとする癖がなければ乗ってあげてもいいよ。心外だな。傷つくよ。まあまあ。無能君はどう思う？やっぱり八つ咲校は俺たちの中にいるのかな？まだ何とも言えません。でも僕はいないって信じたいです。信じたいか。それはどうしてだ？だって仲間じゃないですか。同じ探偵同士で疑い合うなんて悲しいですよ。ピュアな答えだね。刺さるよ。でも妙だとは思わないかい？この島へ呼ばれたメンバーには統一感がなさすぎるじゃないか。妙って？
社畜探偵、君はこのメンバーが選ばれた理由に心当たりはないのかい？ホームズとの連絡係も受け持つ君だ。事情を聞いているんだろう？聞いていたらみんなにも話すさ。そもそもこのメンバー選定を行ったのは組織の創始者であるビドックさんだ。私どころかリーダーだって知らなかったと思うよ。そうかい。それじゃあひとまずそういうことにしておこうか。まあ書庫で資料を漁った限り多少共通点は見受けられたけどね。共通点って、前提として八つ崎港事件には今から13年前に起こった明けぬ夜事件からの影響が指摘されている。明けぬ夜事件っていえば、新興宗教団体が引き起こした大規模テロ未遂事件だよね。八つ崎港事件とどんな接点があるの？いろいろとあるんだけど、わかりやすい点は2つかな。まず明けぬ夜事件も、本来明王と名乗る謎の人物が犯行声明を出した後、全国的に大量殺人事件を引き起こす計画だったこと。ビドックや老子探偵たちが事前に止めていなければ、被害は八つ崎港事件を優に超えていたそうだよ。八つ崎港の犯行はまるで明王の後を継いだみたいだと思わないか？もう一つの共通点は、明けぬ夜事件の犯人たちが製造していた神経毒が八つ崎港事件でも用いられていることだ。この神経毒は個人レベルで製造できるものじゃない。明けぬ夜事件を引き起こした宗教団体の残党が八つ崎港に協力していると見てまず間違いないよねえ、社畜探偵。ここまでの説明に異論はあるかい？いや、的確な考察だ。私も八つ崎港は明けぬ夜事件と関わりがあると考えているよ。そこで俺は気づいたんだよ。この島へ呼ばれた探偵たちはみんな八つ崎港事件か明けぬ夜事件の関係者なのかもしれないってね。関係者？それってどういうこと？さっきも言った通り、老子探偵は明けぬ夜事件を解決した一人だ。それに美食探偵と社畜探偵、飛脚探偵、大和探偵の4人は明けぬ夜事件で家族を失っている。どうして君がそれを？ほら、俺はよく書庫にこもっていただろう。あれは探偵同盟に保管された貴重な資料の数々を一通り読破するためだったんだ。さすがに個人と直接結びつけられるような情報はなかったけど、俺にとってはあまりにも十分すぎた。まるで宝物庫に思えたよ。館の探索に手を貸さないのはその調査が目的か。人の過去を詮索するのはいい趣味とは言えないよ。おかしなことを言うね。地道な調査こそ探偵の王道じゃないか。他の人はどんな関わりがあったの？それに僕は明けぬ夜事件なんてテレビでしか知らないレベルなんだけど。文学ちゃんは宗教団体明けぬ夜の残党が引き起こした事件の被害者で、魔界探偵がその事件を解決した張本人さ。その後彼女を養子に迎えるなど、アフターフォローも完璧。それにあの寝垢な渋谷ちゃんはなんと親友を八つ崎港に殺されてる。実は誰よりも八つ崎港を恨んでいるかもしれないね。
屋さんが親友を。現状接点が見つからないのは君とホームズ、家族ちゃんにガック、それと武装ちゃんくらいかな。まあきっと何かしらの接点があるんだろうね。まあともかく俺たちがこの島へ集められたことは確かだ。探偵同士助け合って八つ咲港事件を解決に導こう。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンさ。無能君が疑心暗鬼になるような情報を伝えてどの口が言うんだ。君は人の命を軽んじすぎている。殺人事件を楽しむ君のような奴を私は絶対に認めない。心外だな。俺ほど命を重く考えている人はいないよ。神様に誓ったっていい。無能君、外道探偵が今話したことは事実だ。この島に集まった探偵の多くは明けぬ夜事件とその後継者である八つ咲港に関わりがある。はっきり言って誰が八つ咲港だとしても不思議じゃない。誰が味方で誰が敵なのか見極める目を養うんだ。もちろんこの私も含めてね。君とはやはり気が合わないな。探偵とは元来エゴイストなものさ。ホームズにしろ明智小五郎にしろ、犯罪者たちよりもよほど身勝手じゃないか。探偵にとって誰が味方であろうとも誰が敵であろうとも大して意味はない。重要なのは自分らしく生き満足できるかどうかだろう。もちろん助け合うことは有益だ。どんどんやればいい。でも他者のために自分を殺す生き方なんて探偵失格なんだよ。真面目で家族思いの社畜探偵。君みたいな外道に言われる筋合いはない。せいぜい本性を暴かれないよう注意することだね。まったく、どうしてみんな自分勝手なことばっかり言うんだ。お腹が痛いったらないよ。大丈夫ですか？胃腸薬ならありますけど。ありがとう、無能君。でも大丈夫。大人はその手の医療薬は常備しているものだから。君の目の前で、外道君とやり合ってしまってごめんよ。昼間に彼と意見がぶつかり合ってしまってからずっとああして喧嘩腰でね。そうだったんですか。本当にそれだけなのかな。それじゃあ私も
今日はここで失礼させてもらうよ。いくら監視カメラが設置されたとは言っても、単独行動が危険なことに変わりはない。よくよく注意してくれ。はい、ありがとうございます、社畜さん。誰が味方で、誰が敵かを見極めろか。みんなで生きて帰れるといいな。素敵な理想じゃないか。私よりよほど理想探偵という名が似合うんじゃないか。ホームズさん。しばらく姿を見せていませんでしたけど、どこに隠れていたんですか？思念だけの存在とは言っても、私も疲労はするようでな。少しばかり意識が途絶えていた。まあ、寝落ちしていたようなものだ。寝なくても平気というわけじゃないんですね。私自身まだわからないことだらけだが、そうらしい。おそらく人間の体と同じで、1日に6時間から8時間は意識が遮断される時間が発生するようだ。君が私の姿を視認できていなかったことを考えると、意識が途絶えている間は君にも私の姿は見えないのだろう。我ながらおかしな状態だな。ところで、ホームズさんはこの洋館の中に犯人がいると言いましたよね。ああ、言ったな。それがどうかしたのか。それは、僕たち探偵同盟の中にいるということなんですか？どうして今さらそんな質問を？疑わしい人でも出てきたのか？逆です。探偵同盟の皆さんと一緒に行動していると、自分の信念をしっかり持っている人たちばかりだって思えて、この中に八つ咲き校のようなシリアルキラーがいるだなんて、僕にはどうしても思えないんです。敵と味方とを見極めるよう社畜さんから忠告を受けましたけど、今の僕には全然わかりません。探偵失格なんでしょうか？そんなことで悩んでいたのか。可愛いやつだな、君は。いいか？そもそも人間は敵と味方とで切り分けられるほど単純じゃないんだ。例えば、もし魔界探偵が本当は殺人鬼だったとしよう。その場合、君は今日彼に助けられたことも悪と断ずるのか？いや、それは。何を迷う？殺人鬼ならば絶対的に君の敵なのか？
どうなんだ？殺人は許せませんけど、敵とは限らないと思います。まずはどんな事情があるのかを聞かないと判断できません。そうだろ。善悪、敵味方の基準など状況次第、目線次第でいくらでも変わりうるんだよ。社畜くんが外道探偵を疑うのはわかるが、だからといって和斗くんまで仲間を疑ってかかる必要はない。君は君自身が信じたいと思った人を信じればいいさ。状況次第、目線次第か。他の探偵たちと話して彼らのことを知るか。君らしいグッドな判断だ。応援しているよ、和斗くん。心を読まないでくださいよ。読みたくなくとも読んでしまうのだから仕方がないさ。私と君は半ば二心同体のような状態だからな。少なくともいついかなる時も私だけは君の味方だ。もっと信頼してくれると嬉しいな。ええ、もちろん信じていますよ、ホームズさん。ホームズだと？しまった、完全に気が抜けてた。いい機会だ。彼に私のことを話してみればいいんじゃないか。ブンが寝ついたからみんなの様子を見に来たのだが、思わぬ収穫だな。すべて正直に話してもらうぞ。お前はホームズの霊魂が見えているのだろう。